経済政策提案、実業率を下げる方法。実業率が高くなると、それはすべての人々に不安感と困難をもたらします。したがって、私たちは実業率を下げるための努力を続けなければなりません。今日は、実業率を下げる方法についてお話ししたいと思います。まず第一に、私たちは雇用創出を促進する必要があります。これは政府、企業、そして個人の努力が集まることで実現可能です。政府は経済活動を促進するための資金援助や税制優遇措置を提供し、企業が雇用を創出できるよう支援しなければなりません。また、企業は経営戦略を更新し、新しいビジネスモデルを見つけて雇用を創出するよう努めるべきです。個人は教育や資格取得を通じて競争力を高め、就職活動に取り組み続ける必要があります。次に、職業教育を強化する必要があります。現在の産業構造で必要な人材と技術が何であるかを把握し、それに適した教育と訓練プログラムを提供する必要があります。これにより、人材の能力を高め、より多くの人々が就職できるように助けることができます。第3に、私たちは大企業だけでなく、小規模企業の生存と成長を支援する必要があります。中小企業は雇用創出の重要な役割を果たしており、彼らが成長できるように積極的な支援が必要です。政府は中小企業への資金援助と技術支援を提供し、大企業は協力と支援を通じて中小企業の成長を助ける役割を果たすべきです。最後に、私たちは創造的な産業分野への投資と支援を強化する必要があります。デジタル産業、バイオ産業、再生可能エネルギー産業など、未来志向で創造的な産業が雇用創出と経済成長に貢献するでしょう。ありがとうございました。